ひび割れた。信頼は心に刺さったままで。ひどい目覚めですね。前回はすみませんでした。謝ることはないわ。後半の展開をフローチャートに書き加えたのは無駄ではないし、私だってできればミキサイカを排除したくはなかった。それでどうしますか。次はミキさんの契約も先回りで阻止することに。考えていたのだけれど、あまり現実的ではないわ。何度も繰り返せば、キューベイの先回りも可能だろうけれど、できる限り、不幸になるマドカを見たくはない。同感ですけど、それじゃあ私たちはどうすれば。難しく考えることはないわ。前回と同じ方針で行きましょう。前回と同じ？ありがとうございました。はあ、終わった終わった。ありがとうね、さやかちゃん。あなたみたいな元気な子が来てくれて助かるわ。構築したフローチャートが無駄にならないように、なるべく前の週と同じ行動をとるってことで、無事にミキさんをお手伝いに誘ったわけですが。で、まばゆ先輩。あ、はい。なんで私に声かけたんですか？ミキさんお金に困ってそうだなって。いつも CD 売り場で、じーっと品定めしてますよね。あ、見られてました。クラシック、好きなんですよね。似合わないですよね。いやいや、人は見かけによらぬものって言いますし。ですよね。あ、やば。クラシックが似合わないって肯定しちゃってるし、私。なんとかこう、話題を、前向きになれる話題を。ミキさん、映画って見たりします？映画ですか？まあ、人並みにはかな。まばゆ先輩は？はい、はい、大好物です。音楽のことはそんなに詳しくないですけれども、音楽をテーマにしてるのなら結構見てますよ。私のライブラリにもお気に入りがありましてね。ショーを総なめにしたモーツァルトの伝記映画で。ああ、それ、話は聞いたことがあるかも。あ、ご存知でしたか。もしよかったら今度お貸ししましょうか。はい、ぜひ。なかなかうまくやっているみたいじゃない。え、いや、まあ少しはコミュニケーションスキルが上がったってことかしら。とんでもない。そりゃまあ前回何を失敗したかくらいは反省会しますし、相手の好きなものが分かれば多少はやりようもあるってもので、どう返答すれば好感度が上がるか攻略法も見えてくるってものです。うん。え、何です？なんだかゲームの話みたいね。え、なんかその言い方が。でも好感度が上がればミキサイカの苦しみは軽減される。あなたがマドカの代わりを果たす。それが今回の方針よ。なるほど。それじゃあ私このままミキさんルートの攻略ですか。ファイト。
会計お願いします。はあ、はあ、すいません。あ、はいはい、今行きます。あ、お会計1000円ちょうどです。ありがとうございました。またお越しくださいませ。ミキさん元気がない。そういえば前の週でも似たような感じでしたね。あれ確か明美さんのフローチャートによればミキさんはあさって魔法少女になってるはずで、ってことはこの日に元気がなかったのってもしかして。あの映画貸してくれてありがとうございました。あ、もう見たんですか。はい、前から興味あったんで。いやー、すごいですよねこの映画。モーツァルト役の役者さんは映画のためにピアノを猛特訓。映っているのも吹き替えなし、本人の指の動きだって言いますし、音楽や交渉も多少あるはあってもかなり忠実にやったみたいで、例えば室内のシーンはろうそくの火だけで映像を撮ろうとしたとか。でも普通のレンズでは光量が足りないわけですね。そこで、私またやっちゃいました。オタク特有の早口でまくし立てるやつ。反省。あの映画を見て運命って皮肉だなって思ったんです。運命ですか。才能があっても努力しても幸せになれないって、そんなの悲しすぎるなって。悪い奴がひどい目にあって頑張った人が報われる、そういう話があってもいいと思うんですよね。おっと、焦っちゃダメですよ。私前回はここで持論を展開して惹かれちゃいましたからね。もっとこうミキさんに共感を得られるように。その気持ちよくわかります。世の中何もかも理不尽すぎるんですよ。まばゆ先輩、いっそ正義の味方みたいな人がいてくれたらとか思います。正義の味方。あれ私もしやヒーロー映画の見すぎみたいな感じです。ううん、先輩らしくていいと思いますよ。ありがとうございます。あれれれミキさん別に正義の味方になりたいわけじゃなかった。あー、待って、それじゃあミキさんって何を願ってキューベイと契約したんです。上条くんのお見舞い？ええ。ごめんなさいね。診察の予定が繰り上がって、今ちょうどリハビリ室なの。そうでしたか。どうも。よく来てくれるわよね、あの子。助かるわ。難しい患者さんだしね。励ましになってくれてるといいんだけど。事故に遭う前は天才少年だったんでしょ？バイオリンの。歩けるようになったとしても、指の方はね。もう二度と楽器を弾くなんて無理でしょうね。おー、なるほど。そういうことですか？上条くん。名前は聞いていたのにまさか見逃すとは。誰かの病気を治すなんて一番わかりやすい願い。真っ先に疑って叱るべきでした。おや？
キューベ。まばゆじゃないか。こんなところで何をしているんだい？何をって、ちょっと配達に。まばゆ先輩？先輩もキューベと話せるんですか？やっべー。あれ、さやかちゃんに、あきさん？ああ、どうもどうも。ケーキの配達中、偶然会っちゃいまして。いつもさやかちゃんがお世話になってます。あと、まかないのケーキもお裾分けしてもらってます。とっても美味しいです。ええ、そうでしょう。つい夜中につまんでしまいたくなりますよね。と、適当に会話をこなしつつ、あけみさん、バレちゃったのどうしましょう。どうする気？どうしますかね。どうしようもないんじゃない？ですよね。まあ、でも、かえって好都合なんじゃないかしら。え？前回三木紗友香が敵対したのは、あなたの嘘が決定打だった。どうせ仲間に引き込むつもりなら、自分の正体は明かすべきよ。ああ、なるほど。そろそろ時間ね。ああ、はい。そっちの方はよろしくお願いします。さて、問題はこっちですが。赤ちゃん、足元にいるのは猫？はじめまして、カナメマドカ。僕の名前はキューベ。やっと会えたね。やっと？なんだかわかんないけど、今まで近づけなかったんだって。どういうこと？大丈夫。僕からの提案は単純さ。僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。魔法少女？ま、それだけは何があっても阻止させてもらいますけどね。いやー、でもまさか先輩が魔法少女だったなんてな。すみません。隠したつもりはなかったんですけど。まあ、こんなこと他の誰にも言えないですよね。言っても信じてもらえないし。ですです。ちなみに先輩は何を願ったんですか？え？魔法少女になったんならキューベイと契約したんじゃ。あー、そのはずなんですけどね、私にはその時の記憶がなぜかなくて。せっかくの契約なのに何を願ったのか忘れたなんて、それってめっちゃもったいない。はい、私もそう思います。今願うならきっと世界中の映画を無料で見たいとか、そういう願いをすると思うんですけど。確かに先輩らしいかも。でもちょっとだけ心当たりがなくはないんですよね。私のお母さん、有名な占い師でよく当たるって評判で。でもある日、自分の死期を悟っちゃったんです。自分の死期を？はい。未来に絶望して、ずーっと落ち込んじゃって。でも、記憶の中だと、最後のお母さんは笑顔で、とっても幸せそうだったんです。だから、私の願いは、苦しみを取り除くことだったのかもって。まばゆ先輩、あなたは、大切な人のために願いを使ったんですね。え？ああ、想像ですよ、想像。契約した時の記憶は自分にもないですし。っていうか、なんで記憶がないんだろう。
謎すぎます。自分で自分の過去の記憶を消したとか、なんで。まばゆ先輩。あ、はい。お話を聞かせてくれてありがとうございました。はい。やっぱり病院に来ましたね。ミキさんはこの日の夜に魔法少女として現れました。ならばきっとこの先キューベイと契約をするはず。何を聞いているの。甘色の髪の乙女。ああ、ドビュッシー、素敵な曲だよね。私ってほらこんなだからさ、クラシックなんて聞く柄じゃないだろうってみんなが思うみたいでさ。あ、でも最近ケーキ屋さんのお手伝いをしてて、ケーキ屋さんの先輩にも見かけによらないとか言われて。でもさ、別にいいんだ、似合わなくっても。京介が聞くきっかけをくれたから。やっぱりミキさんは上条さんのことが。さやかはさ。何？さやかは僕をいじめてるのかい？え？なんで今でもまだ僕に音楽なんか聴かせるんだ。はあ？嫌がらせのつもりなのか。はあ？だって京介音楽好きだから。もう聴きたくなんかないんだよ。自分で弾けもしない曲ただ聴いてるだけなんて。僕は機械粉砕。動かないんだ。もう痛みさえ感じない。こんな手なんて。大丈夫だよ、きっとなんとかなるよ。諦めなければきっといつか。諦めろって言われたのさ。もう演奏は諦めろってさ、先生から直々に言われたよ。今の医学じゃ無理だって。僕の手はもう二度と動かない。奇跡か魔法でもない限り治らない。あるよ。奇跡も魔法もあるんだよ。なるほど。やはりミキさん、上条さんのために契約を。でも、くゆー。本当に、どんな願いでも叶うんだね。いや、待ってください。え、まばゆ先輩、なんでこんなところに。ですね、ごめんなさい。さっき配達中会話が聞こえてきて。契約するんですか。お友達の手を治すために。ちょっとかなり迷ったんです。自分には選択する力があって、目の前で苦しんでいる人がいて、だったら迷うことなんてないはずなのに。やっぱり納得できてないんじゃないですか。だってさっきミキさんひどいこと言われてましたよね。こんなに心配してお見舞いに来てくれてるのに。なのに。それも聞かれちゃいました。ひどいですよね。はい、ひどいと思います。でもね先輩、京介は本当はあんなことは言わなかったんです。いつもにこやかで朗らかで心から
音楽を愛して、真剣に、ひたすらバイオリンに打ち込んで、もしも、絶望が京介を変えてしまったなら、私は、彼に希望を与えてあげることができるんです。またあの、私の好きな京介を、取り戻すことができるんです。ミキさん。まばゆ先輩、先輩も、そうだったんですよね。え？大好きだった人が、絶望して、苦しんでいたら、それをただ見守るなんて、辛すぎる。はぁ、そうか。あなたたちの顔なんて見たくない！私なんて、放っておいて！まるで別人のように変わってしまったお母さん。私にはそれが何よりも辛かった。元の姿に戻ってほしかった。以前の笑顔が見たかった。もしかしてそれが私の願いだったのかも。まばゆ、君の心配はわかるけど、これはさやかの決断だ。彼女の気持ちを尊重してあげるべきじゃないかな。そうですね。ミキさん、ごめんなさい。差し出がましいことを言いました。それがあなたの願いなら、魔法少女になって、一緒に御嶽原の平和を守りましょう。はい、まばゆ先輩。それじゃあ、行くよ。さあ、受け取るといい。それが君の運命だ。初めての魔女退治ですけど、まばゆ先輩がいてくれて、安心なような、そうでないような。はーい。まばゆ、三木さやかは契約したの？はい。そう、残念だわ。残念？なんか意外かも。ミキさんが味方になるのは、私たちにもメリットなんじゃ。でも、まあいいわ。あなたがサポートすることで、ミキさやかの負担は減る。結果的に、マドカが契約をする理由もなくなるはずよ。次の魔女は、よろしくお願いね。わかりました。ミキさんと一緒にやってみます。あ、こっちの方から反応が。ミキさん、ちょっといいですか？え、何です？先輩。私の魔法をお見せします。まあ、見るのは私なんですけど。え？近づいてもらいます。近づく？そう。私が使うのは、未来を見る魔法。今の。今、あなたの未来を見ました。大丈夫。今日のあなたは勝てます。ちなみに、ラッキーミュージックは、占い？バイオリンソナタ第5番ヘチョウチョ、春です。行くよ。再生開始。音楽の調べはミキさんの勝利へのステップ。私から言葉の指示なんて必要ないですね。
戦いに適切な音楽を伝えるのが彼女を一番強くする方法。てぇやりました、先輩。ラッキーミュージックめっちゃ聴きました。ありがとうございました。またのお越しをお待ちしてます。ああ、あった、前回もあった。魔法少女になってハイなのかと思ってましたが。さやかちゃん。ああ、はい、咲江さん。ご注文のケーキはこういうのでどうかしら。願いが叶ったことを喜んでたんですね。わかりました、トローネでお願いします。はいはい、毎度あり。上条さんの回復は順調なんですね。おかげさまで。足のリハビリはまだなんですけど、手の方はちゃんと動けて。それで昨日バイオリンを演奏したんです。その音色が本当に美しくて、私自分の決断が間違ってなかったんだなって。後押ししてくれてありがとうございました。いえいえ、なんのなんの。ミキさん、まさに幸せの絶頂ですね。この彼女がたった4日で別人みたいに落ち込む。前回はそれがきっかけでカナメさんが契約しました。今回は私がそばにいますから、その運命は絶対に避けてみせますよ。それで話って何？恋の相談ですわ。あ、私ね、前からさやかさんやまどかさんに秘密にしてきたことがあるんです。うん、ずっと前から私、上条京介くんのことお慕いしていましたの。あ、そうなんだ。まさか瞳がね。なんだ、京介のやつ隅に置けないな。さやかさんは上条くんとは幼馴染でしたわね。まあ、その腐れ縁っていうか、なんていうか。本当にそれだけ？私決めたんですの、もう自分に嘘はつかないって。あなたはどうですか？さやかさん、あなた自身の本当の気持ちと向き合えますか？何の話をしてるのさ。あなたは私の大切なお友達ですわ。だから抜け駆けも横取りするようなこともしたくないんですの。上条くんのことを見つめていた時間は私よりさやかさんの方が上ですわ。だからあなたには私の先を越す権利があるべきです。瞳、私明日の放課後に上条くんに告白します。丸一日だけお待ちしますわ。さやかさんは後悔なさらないよう決めてください。上条くんに気持ちを伝えるべきかどうか。私は、これが。ありがとうございました。はあ、この落ち込みの原因ですか。密かに思いを寄せた相手が親友と被っていたなんて。先週も急に落ち込んでましたが、こういう理由だったんですね。友情が信じられなくなっていたところに、
私が魔法少女なのを隠していたと知ったなら、激怒して当然ですね。彼女の絶望を救ったのは、親友の要さんの契約で、でも今回は、彼女を魔法少女にはできない。彼女を元気づけられるのは私だけ、です。でも、どう切り出せば？盗み聞きしてたなんてバレたら逆効果、ですよね。しかし、まばゆ先輩？はい。なんか変ですけど、大丈夫ですか？私が？逆に心配された。いや、別に何も。疑われてる？なんか、ますます切り出しづらくなってしまった。いや、でも、カナメさんだって様子がおかしいって心配してたし、ここは、として。まばゆ先輩。はい。先輩って、未来が見えるんですよね。まあ。それって別に、魔女との戦いだけじゃなくて、普通の出来事も、見えますか？そうですね。あんまりやったことはないですけど。それじゃあ、明日の今頃、私がどんな顔をしているのか、見られますか？丸一日だけお待ちしますわ。ミキさん、やっぱり、上条さんのことを、諦めきれないんだ。明日くらいなら、なんとかなると思いますけど。先輩、お願いします。なんかこう、頭の中もやもやして、魔女退治に支障が出そうで。お安い御用ですよ。そのくらいで、友情を保てるなら。一応先に言っておきますけど、私が見た未来は、見たことが織り込み済みの未来。未来は見た時点で確定する。運命を変えることはできない。前に聞いた話ですよね。それで、問題ありませんね。はい。結論を先延ばしするくらいなら、さっさと結果だけ見て、楽に、なって。すいません！ごめんなさい！なし！今のなしで！え？やっぱりいいです。もう迷ってる時点でアウトっていうか、他力本願は私に似合わないっていうか、成功しても失敗してもそれは私。私の未来はやっぱり自分で掴まないと。それってつまり、告白するってことですよね。それで本当にいいんですね。はい。後悔なんてしないって。決めましたから。なら、もう何も言うことはないです。自分の力で、未来を選んでください。そうですよね。ミキさんは、上条さんに命がけで奇跡を送ったんです。なら、後悔のないように、未来史なんかに頼らずに、自分の口で告白を。さあ、来ましたよ！ミキさん、待ってください！未来史がまだ！大丈夫！今日は私、覚悟決まっちゃってますから！てー！
なかやるじゃない。ミキさん、ダメ、魔女はミキさん一人じゃ倒せない。アケミさん、アケミさん、返事なし。もうこんな時にアケミさんはどこに。小さなハサミ、それとアケミさんに借りた銃と爆弾。銃を使っても効かなそうだし、でも爆弾を投げたら。まばゆ、キューベ、早くそれを投げるんだ。でもこのままだとさやかがやられる。それはわかりますけど。ミキさん、早く、もう時間が。ごめんなさい、ミキさん。そんな。心配はいらない。そうだろ、さやか。うん。あ、ミキさん。私の体の真ん中を熱い塊が抜けていったけど、なんか痛みはないみたい。え？それどころか体には魔力が溢れてて。そうだよ、さやか。君は魔法少女になったんだ。その体はもう人間の制約に悩まされることはない。そうなんだ。だったらもう、こんな奴に、負けるわけにはいかない！ミキさんの体は無事で、彼女の戦いは、魔女を圧倒していました。なのになぜか私はその戦い方に寒気を覚えていて。これで終わりじゃ。ミキさん、大丈夫ですか？え、何？そんなに焦って。だって怪我は。さやかを守るのは癒しの祈りさ。ソウルジェムさえ無事なら爆弾程度なんでもない。でも自分の痛みだってコントロールできるんだよ。このくらいなんでもないって。今日はこれでおしまいだよね。それじゃあまた明日。あ、ちょっと、グリーフシードは、こう、行っちゃった。おはようございます、まどかさん。おはよう、ひとみちゃん。今日はさやかちゃん、お休みだって。ええ、そうですか。昨日の夜寒かったもんね。風邪でもひいちゃったのかな。ミキさん、お休みですか。昨日のダメージが尾を引いているとか。いや、でもひとみちゃん、まどかさん、あなたにはやっぱり話しておかなければなりませんね。さやかさんもまどかさんも私の大切なお友達ですもの。え？私、今日上条京介くんに告白しようと思っていますの。
魔性の男、上条京介。友情を危機にさらしてまで恋心を叶えようとする。なぜ人は恋に迷い、恋に恋焦がれるのか。その一部始終はしっかり目撃しておかないと。いや、でも本当にミキさん来ないつもりですか。昨日はあんなに前向きだったのに。てか、このままだと本当に時間切れで。あの、しずきさん、よかったら一緒に帰りませんか。ああ、いいよ。とうとうタイムアップを迎えてしまった。まばゆ、聞こえる？はい。今すぐ歩道橋に来て。ミキサヤカの様子がおかしいわ。ミキさんがそこにいるんですか？ええ、マドカが見つけたの。さやかちゃん、大丈夫？マドカ、ひとみちゃん、今日上条くんに告白するって。京介はただの幼馴染だよ。本当にそれが本当のさやかちゃんの気持ちなの？私、魔法少女なんだ。魔女と戦って、叩かれたり切られたり疲れたり。昨日なんてお腹の中を鉄の塊が貫通してさ。なのに体はピンピンしてる。痛みさえ感じずに済むんだ。さやかちゃん、久兵衛は言ってた。私の体はもう人間のものとは違うって。魂の入れ物、ただの器にしか過ぎないって。私もう人間じゃないんだよ。違う、さやかちゃんはさやかちゃんだよ。それじゃあまどかはさ、自分の恋人が人間じゃないものだったらどうするの？え、好きな人と結ばれて、家族になって、子供もできて、普通の人間だったら期待するよね。でも私はもう無理なの。だって私の体はゾンビみたいなものなんだもの。そんな、そっか、この体、むしろちょっと便利くらいに思ってましたけど、もしも自分に好きな人がいたら。でもさやかちゃんは上条くんのために契約したんだよね。マドカ、やめて。上条くんのために魔法少女になったのに。違うの。自分の気持ちを隠さなきゃならないなんて、そんなの。私は、そんな、誰かに振り向いてほしくて、魔法少女になったんじゃない！投げた！え？投げたって何を？多分、ソウルジェムを。さやかちゃん、急にどうしちゃったの？ミキさん、倒れて。まずい、行くわよ。行くって？ソウルジェムを探すの。多分トラックに乗って離れてしまったんだわ。あ、そうか。魔法少女の本体はソウルジェム。あれがなくなると
ミキさんの体は抜け殻になる。どこに。ダメ、見つからない。もしトラックに乗ってるならかなりの距離ができたはず。そうね。手間取っている暇はない。アケミさん。何？未来史を使いましょう。あ、そうか、その手が。私が見るのは決定された未来。当てずっぽうに探すなんて効率が悪いです。絶対に見つかるか、絶対に見つからないか。この魔法で結論を一気に見る。行きます。ええ。どう？見えました。ミキさんのソウルジェムはあの荷台の中です。あ、危ないところだったわ。ミキさんのソウルジェムですね。急いで歩道橋に。あ、ソウルジェムが消えた。しまった、またやられた。やられた？さやかちゃん！まどか？どうして？よかった、よかった。さやかちゃん急に倒れちゃって息もしてなくて、それで私。まどかも契約したの？うん、キューベイがさやかちゃんを助けられるって。あいつ、マドカをまた騙して。マドカが契約する必要なんてこれっぽっちもない。ソウルジェムを取り返せばいいだけだったのに。アケミさん、落ち着いて。嘘はついてないよとかとぼけるに決まってますし。わかっているわ、わかっているけれど。どうして、私のせいでマドカまで。なんで？私がさやかちゃんを救いたかったから。でも後悔なんてないよ。一緒に悪い魔女を倒そう、さやかちゃん。うん。さっきは取り乱してしまって悪かったわ。すみません。私がもう少し先の未来を見ていれば。カナメさんは悔いている時間はないわ。一秒たりとも無駄にはできない。このループで私はミキサヤカに嫌われていない。ならば協力して戦うこともできる。ワルプルギスの夜に前週ほど無様に負けることはないはずよ。アケミさん。とりあえずマドカに私を友達として紹介してちょうだい。まだ私たちにやれることはあるわ。あれがワルプルギスの夜。さやかちゃん大丈夫？私たちが力を合わせればきっと。そうよ、今日のこの日のために私たちは特訓してきたんだものね、まばゆ。は、はい。先輩、今日のラッキーミュージックは？モーツァルトの怒りの日です。いかにもおあつらい向きって感じだね。それじゃあいざ。とりゃみんながワルプルギスの夜に向かって一斉に攻撃する。今朝の未来史で私は結果をすでに知っています。でも
行くわよ。はい。さやかちゃん、お願い。あけみさんは少しも手を抜かない。まるで未来の運命が覆ると信じているかのように私は考えてしまいます。もしあけみさんが未来を信じることをやめたら。これ以上は近づけません。行きましょう、明美さん。同じ世界を繰り返している私たちはどんどん失敗することに慣れていく。さよなら、まどか。さようなら、ミキさん。よかったら、チャンネル登録とナイスボタン、よろしくお願いします。簡単に例えると、僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。